というわけで始まりましたサッカー応援番組ジャッカスタント、第3回ということで、今回は、宮市選手を特集していきたいと思います。で、今回ゲストの阿部さんを呼んでいるので、その辺も2人で語っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮市選手なんですけど、どうですかね、日本代表でちょっと今後どうなっていくかっていうところだと思うんですけど、どう思いますか。まだ出番をそんなにもらえていないんで、これからのアピールに期待ですね。プレミアリーグ所属ということで、ウィガンでも出番があんまりありませんね。フォーメーションが特殊なので3-5、確かに2ですか。3-5-2だと宮市をどこで使うかっていうあれになると、なかなか難しいっていうのはあるんですけど、宮市選手のスピードをドリブル見たいですね。そうですね、ぜひ左サイドハーフで、出るとしたらそこでしょう。次節っていうより、次回のオマーン戦で宮市の出番があるかっていう話ですよね。僕的には後半44分ぐらいに出番があるんじゃないかと思ってますねもう44分って終わりじゃないですかザックはそういう押せ交代が多いんですよ。ザックはちょっと遅すぎますね。個人的な希望でいうと、後半20分ぐらいから投入というあれが理想じゃないですか。それを望んではいますね。ただこの前みたいなウォームアップして出番なしというのはやめておられたですね、ザックには。というわけで、長友選手がユベントス戦で1アシストということで、いいですね、長友選手。いや、本職ではない左サイドハーフでの先発中だったんですが、本当に万能な頼れるプレイヤーになりましたね。いや、でも本当にディエゴ・ミリートが試合後に長友を呼んで、なんかいろいろ2人でお辞儀とかもやってたりして、いや感動しますね。いや、同じ日本人って証拠らしい限りですしかし彼はもう日本人ではないですね。彼はもうイタリア人なんじゃないですかね確かにもう長友もですよね。長友というより、いや、もうインテルの中心的人物といっても、もう過言ではない、それほど素晴らしい。契約も確か延長になったんですよね。年俸も8000万から2億へ上がるということで。確かに、2億か。そうですよね、さっきの宮市選手は今推定3000万から4000万って言われてますけど、長友選手レベルになるとやっぱそれぐらいいきますね。やはりもう彼はもうワールドクラスでも足を一歩踏み入れてますから、やっぱり彼はそれぐらいもらってもおかしくない。なんかあれですね、イタリアメディアからはベイルみたいっていう評価されてましたね。なんかもうベイルみたいというよりベイルレベルでしょって言いたくなりますね、日本人的には。いや、もうベイル、もう日本人的にはもうベイルよりも、もう上なんじゃないかってぐらい。そう言っちゃってもいいでしょ。いいんじゃないですかね、上でというわけで、長友選手これからも頑張ってください。